この地域に住んでる住民の人たちにヤバい話を聞いていこうと思います。一回されたらしい。嘘やろ。ウェイだからここに住んでる人たちって政府からしたら邪魔なんです。街でやば。どっちだ。どっちだろ。どっちに住もう。迷いました。We are lost. We are lost. We are lost. Tanda sa pagmunta sa Smoky Mountain. Tanda pagmunta sa Smoky Mountain. Pwede na pumasok. Interview. Koreano. Koreano. Iko. Kawaii. Ikeru? Wow! Very cute! Ang hindi to ka aru kara kita. Utos mo, daijobu. Daijobu, sushi ka sa. え、ちょっと待って、ここに住んでんの。え、やばない。狭っ。ちょっと待って、あのさ、結構エロくないこれ、うん、ピンク。うん。インタビュー OK なんだ。ちょっと恐れてへん。ちょっと待って、これさ、めっちゃ狭ない。狭い。正直な、うん、え、だって3畳とかじゃん、2畳とかじゃん、これワンちゃん。ここで寝てるらしいですよ。え、your house here? How many people?Me and my husband. That was Anna. Ah, じゃあ3人。2人の。3人、親子3人で寝てます。マジで。え、後ろとかシャワーは共有。して。やっぱすげえな。え、で、電気1個しかないじゃん。これが。これだけじゃん。マジで1個しかない。これエアコンはあんねん、ちゃんと。ベルトヘル、うん。はい、あの子。エアコンちゃんとあるもん。エアコンあんねん。こんな狭い中でもエアコン、ギンギン冷えるやろうな、そしたら。ここ何本ぐらい家賃。俺ちょっと当てていい？1000ペソ。1000ペソ安すぎでしょ。えっと何倍だろう。3000いくんじゃないですか。3000。2000ペソ。間やん。ハウルだい。いか。23。で、your baby。何気なの？朝はフィッシュボールとかフィリピンストリートフードあれを売ってるらしいですよ。この人が売ってる。ええ。言わはず。カバディは。彼女の夫も病死として働いてるらしい。ちょっとスモーキーマウンテンの中でもこう奥まった場所やん。絶対なんかさ、事件というか、やばいことね。なんかいろいろと経験してる気がすんねん。ここが、ここえ、オールオールオールです。やばいじゃん。電気とかがこれ漏電してパッて爆発してそれで燃えるらしいですよ。見てくださいよ、ここの電線。まあ電線やばいな。電線でちょっとこう燃えてる。で、火花散ってるよ、あれもな、フィリピンって、うん、もう電線が巻かれすぎてて、あれから火事になってる。そういうこと。ちなみにこの人はさ、火事以外は何か起こったことないの？そういう事件なんかないのとかさ、ビーとか、あとレインとか、なんかいろいろあるやん。そういうのないんか。あ、何と奥に行ったらレインとかって言ったのかな。え、そうやろ。ここはまだ安全な方。奥ってどこ？スモギマグロ。ブリッジがあるらしいんですよ、足が。そこでやった後にブリッジの終わりで越してるらしいですよ。そうやろ。やば。その女の子っていうのはもう殺され、えやば。せやその橋行ったらワンちゃんもしかしたら人間とか最後その橋行く。いや怖っ。そっち行ったもん。あれで行ったんで行ったんで。彼女がちょっと途中まで案内してくれる。大丈夫、俺守らなかった。守らせてもらってください。頼む。いや守る守る。この人たち貧困地域でお腹空くじゃないですか、うん、お腹空いた時にすぐその診断みたいなのがあるんですよ。診断をするとお腹が満たされるんですよ。それはすぐ貧困地があって思ってます。それ何て言うの。それみんなが日常的に、うん、そこにいる物乞いの子供たちじゃないですか。お腹が空いて何も苦境の晩飯しないって時にラグビーをするらしいですよ。それで女の子がこう満たされるんで紛わされる。そうお腹が空いたっていう感覚になってるらしい。だ満腹感がそれで得られるからみんなそれで満たす。してもうあそこはまた別人種。本の中でも経済格差があるってことだね。貧困の格差があって、うん、まから行くところはコストもやばいところ。まあ、本の中だったことなかった。もう私たち怖いから。怖いからついてこい。
見える？もう見える。もうこの橋がやばいって。レイプされた女の子が捨てられたりとかする場所はこの橋。で、ここに捨てられるの？この下に捨てられる。この下らしい。あ、なんか民家みたいなの。そう、ほんまや。今から地元の人でさえここはもうおかしい人しかいない、要するに異常者がたくさんいるから気をつけてって、先ほどちょっと注意受けたんで、うん、だトンドなんか一番やばい。トンドトンドオブトンド。俺も言おうとしたぞ。ライトなかったら何も見えん。ここがバランガイパーマネント付近のバランガイパーマネント付近で住んでいる住民さんだ。こっからしか行かれへん。へぇ、ここ気をつけてくださいよ。ロープいる、ロープ一旦このロープ止めとこ、トゲトゲしてる。異次元何も見えへん。ほんまにライトもう一個強くしよう。これ鉄格子だから気をつけて。ほんまや。これ借りていい？大丈夫だから。行け。何これ？ここベッド。あ、これベッド？え、これが家やった、うん、マジで。行くな。これ家かい。これ家や。ちょっとベッドのふかふか具合確かめて。これ鉄やん。あそこもベッド。これもベッド。これもベッド。これそこや。外にあるベッド。え？てかさ、ここって他にも人住んでんの？これ奥とか行ったら。階段間がなってなかったらいいと。もうここに。何？ハトじゃあ。おびっくりした。ここあのウェイトハウスも住んでますよ。鉄やん。ライト一切ないけど電気がない状態です。ここはさ、うん、彼らが言うには、うん、もうめちゃくちゃ歯を折るらしいんですよ。だから別の別荘があるらしいんですよ。おうどこで行っちゃう。雨降ってる時はここに寝る。あ、マジここで寝るんや。ここに住んでんの。おお、すごい。すごいな。テレビあるんでしょ。これテレビつくる。電気があった時は、電気がついてる時はもう全然見れたけど、今は見れないから。いつ電気じゃなくなったの？階段の段階なんだけど、2ヶ月前くらい。2ヶ月前。ちょっとびっくりしたんやけどさ、これ冷蔵庫、なんかすごい不思議な穴の開き方してるやん。これ、ろうそくを立てる用の台に使ってる。冷蔵庫をろうそく立てる台に使ってるらしい。すげえ。だから夜電気なしでやばない。でしか2ヶ月前やろ。いきなり電気なかった。払えんくなって。周り全部払えんくなって。それで発展もカビ場合には電気なんか場合なんか、まあ、ここだけの話、周りは東電でなんとか補ってると。あ、そうなの。なんで東電線？売電のトラガサリーの東電の借金もあって、うん、払えなかった部分もあるから貸してくれないらしい。あ、東電の中でも元締めがあるやん。あ、そういうこと。だ東電って直接やるわけじゃなくて、誰かが東電したやつを分配してお金払わなかったか。借金どれぐらいしたの？まあ、管理財務の直しなんで2500円。それを払うとまた電気作れない。2500円払えばここを作ることができる。何してる人なの？そもそもだったらボードボーイ。朝のことなんかにサイド。自転車のサイドカー付き のトライスキルボーみたいな、うん、あの仕事らしいです。それ何も稼ぐの？まあ、他の時との朝はね、あれ200ペソです。1日？それ無理やな。無理は払えるのじゃない。1日200ペソ。なら月6000ペソしか稼がれない。マジ？え、この家はちなみに？え、何の家？かな？火事かもしれん。この方のどんどん地区の方で火事が起きたかもしれない。まだあらんらん。まだあらんらんよ。もういつものように起こってる。火事？マジで？まだあらんらん。まだあらんからがもかろんでに。ビリビリラ。俺はビビらせた。びっくりした。俺多分ほんまにビビってたかしらけど、マジで何も反応なかったな今。子供もこの子供4人子供いるらしいです。1日200ペソ。え、やばな。子供が物乞いとかしてんの？ああ、普通の小さな車とかで自分
渋滞の時に止まって止まるじゃないですか、たまに子供が何か花持ったりとかで、農場販売をしてたし、それやってるって、あ、この子たち、子供たち、だもう家族全員で稼ぐみたいな。家賃はこれかかってんやから、もちろん僕、またレンタルコンパニオでいいと思う。10日バイバーンレッツ月500円、俺が見た中でも最安値、聞いたことないですよ、その安値。でもこれもう家って言えんのかも分からへんけど、だって外でベッドやん。でもさ、さっきからなんかさ、頭クラクラするのにさ、なんか焚いてるから、なんかクラクラせへんの、なんか頭煙来てない、気のせい、曇ってきてるような気もするけど、木を燃やせる、めっちゃ頭クラクラするんだよ、なんか体験される煙が入ってる、あ、そういうこと、だからかこの人たちさ、お金ないわけやん、だって今もうないから電気つけへんのか、でも飯は食っていかなかや、食えへん日とかもあるやん、どうやって生活するの、ただ単に入れ替えて、水だけ飲む、え、水で過ごす、ワン、あ、で、マジで戦争中のなんか生活ですよね、今、トライシク200回戦、1日それ一生続けててもさ、その2500回戦払い合いも、将来的にはどういった生活していきたいの、この人たち、あの数度もにやさ、それは高望みもしなければ何も求めないけど、とりあえず生きてることがもう第一優先、夢とか持たれへん、持たないです、だから僕らみたいにいきなりステーキ食べたいとかの前にまず生きること、贅沢もちろんできないし、いや明日は何するとか予定あるの、もう生きれてたら OK みたいな、そんな感じで何も、ね、して別に明日何かしようとかそういう計画もないらしいです、してマジで何のために来てるの、いや分からんけど、俺も分からへんけど自分がここまでなれへんなったことないやん、想像もできんやん、できないです、ね、だからさっき言ったとこも全然ちゃうもん、表情ちゃうもんな、さっき言ったとこは全然ね、まだ明るいし、一軒家っちもヤバそうに感じるけど、でもあれがほとんどの富裕層地域になってことだ、アルマとかいう地域だと、ラグビーになってる人はしょっちゅう、麻薬は5ペソから買えます、5ペソそんな値段がリモコンだったら買えない、そこの地域の人たちと同じような生活はしたくないって言ってるんだ、そうそう、この人の中でちゃんと基準値があって、ここ以上行ったらあかんなっていうのがあるんで、アロマっていうところに行くと、僕らみたいなやつは本当に餌食になると、俺らが行ったらアロマオイルになると、アロマオイル、うん、ならんオイルオイルにはならん、顔薄いでな、顔多いんで、普段は外出るか、その外出ても変わらん気するけど、トラックが盗まれたかもするらしいですよ、トラック盗まれる、どうやってトラック盗まれる、もうほんまありがとう、これ渡しておきます、 Thank you for インタビュー、 Thank you、 Thank you for、 Yeah, thank you、 Miss Anil, you ever been on the phone yet? マジで、スモーキーマウンテン、もう まとなりじゃないですか、うんうん、スモーキーマウンテンから石がこうグワッと落ちたりとか、はっ、いえ、じゃあペチャモダルとか、でまずシシランバーハイニューノクシンプレイ、デリカードリーソン、もうペッチャンコになるから、マジでそれ住んでたやば、見えますか、潰れた家、あ、潰れた家、ちょっと見てみたい、それだけ、これ奥で行く、わあ、すごい、やば、傾いとるやん、なあ、なんかすげえな、ほんまやな、ああ傾いてるやば、やばやば、誰か住んだもん、ここも中出ないじゃん、これだって、あれマイロネタじゃん、ここ住んでるって、2階建ての2階が部分が崩れたらしいです、うん、え、ここ誰か住んでるで、ちょっと待って、この入れるらしいですよ、マジで2階その崩れたところ、まずこんな洗濯機とかいっぱいあるんです、ね、意味分かんない、そうね、いいやん、ここは電気あるほんまや、ここの人はあれかな、お金払ってんのかな、うん、え、あれこれまだ上行けんの、やばない、これ人すんねんや、これ
No. やばない。それ、うわマジか。うわすごい。ここにあったんや。マジ？そうなんか登ってみたいですよ。マジここうまい。なんか跡みたいな。やばい。落ちてきてもうそっからだってなくなってもんな。うん。マジか。さっきの家よりここの方が快適な気するの。確かに。風通しいいし。うん。どう出てこれだ。やば。はい、今回なんですけども、ちょっと今別日で動画回します。というのも、この前撮った動画、エンディング撮ってる途中に機材トラブル起こっとって、映像プワーなってて、ちょっと使いやなと思って、ちょっと別日で今動画撮ってます。で、まあ、それだけじゃないです。重大なちょっと問題が発生しております。一緒にコラボしてたジャピノイボーイズのモル、モルの方でもね、実は動画撮ってて、めちゃくちゃモル動画撮れてる。これ絶対出したらバズるやろなみたいな、もう100万再生いくんじゃないかっていう、もうそれぐらいもうパンチの効いた、なんやったら俺の方で出したいぐらいのめっちゃ漏れとか撮れたやん。なのに全然連絡来へん。で俺さ、もうあの動画撮ってからさ大体 3,4 ヶ月経つのどんだけ俺も出すの遅い話だけど、モルに連絡してもさ、ちょっと待ってくださいしか言えへん。でジャピノイボーイズのチャンネル行ってもさ、全然更新されてへん。どうなってんのかなと思って、やっぱコラボやから一緒のタイミング出さなあかんやん。そう、もうさすがにもう待ちきられへんから、どうなってんのかっていうの、いつ出すねんっていう、もう俺先出したいから出していいってちょっと聞こうと思います。今から電話します。あ、もしもし。あ、もしもし、はい、お疲れ様です。お疲れ。元気？いや、はい何してんの今？今ですか？うん、今ちょっと家で、はい、家で YouTube 見てます。 YouTube 見てる？いや、見てる暇あったら編集してちょっとな、誰の YouTube 見るの？ちなみに。いや、今までジャピノイボーイズの YouTube を振り返ってたところです。自分のチャンネル見てんの？そうですね。すごいな。いや、ちょっと今日たまたまですよ。あ、そうな、すごいな、はい、てか、もう動画いつ上がるの？俺も完成したの。あ、すみません。うん、はい、解散しそうっす。え？ほんまに言ってる？はい。ほな、俺もう今日動画上げるか。ほな、モル、はい、またな。